FFI 世界大会一次グループリーグ初戦、日本代表対スペイン代表の試合が今まさに始まろうとしています。フォルツァ、頑張ってください、アメ玉ジャパンの皆さん。アメ玉、この試合の実況は私マクスターランドが、そして解説には日本のサッカー実況の第一人者である角間王将さんに来ていただきました。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。さて早速ですが、この試合の見どころを教えていただけますでしょうか。はい、日本代表とスペイン代表には浅からぬ因縁があります。フットボールフロンティアで全国制覇を成し遂げた遠藤キャプテン時代のライモン中がエキシビションマッチでスペインのバルセロナオーブと戦い、完膚なきまでに叩きのめされました。そしてその敗北がきっかけとなり、日本の少年サッカーを全体から底上げするためにサッカー協会員制度が生まれたのです。なるほど、その大きな敗北が今の稲妻ジャパンの原点となっているのですね。まさにその通り。おっと、今両チームのスターティングメンバーが発表されたようだ。王将さん、実況は私なんですけど。スペイン代表の強さはみんなも知っている通りだけど、気持ちで負けるな。俺たちだって厳しい戦いを勝ち抜いてずっと強くなったんだからな。この試合絶対勝つぞ。日本代表に敬意を払い全力で行くぞ。あの頃の俺よりどこまで強くなったか、もうすぐ分かるんだな。おい、裏切り者はお前なんてことはねえだろうな。当たり前だ、バカ言ってっとパス出してやんねえぞ。おお、アツヤ君には白練中で見せてくれたような大胆不敵なプレイを期待していますよ。もっとも、この試合には一つだけ懸念材料があるのですが。日本代表対スペイン代表、今キックオフです。彼が最後まで持ちますかね。巨神、アイザキ、行かせるかよ。早い。スペイン代表ディフェンダーレイナルド・バラハの見事なパスカット。レイナルド・バラハ、彼はヨーロッパ予選で大きな怪我をして世界大会に間に合うか不安視されていたが、完全復活のようだな、バラ。ああ、敬意を払うほどの相手かは知らんが、この試合最初から全力で行かせてもらうぜ。クラリオ、そ
こいつにシュートを出せるな。無駄だ。あの試合からどれだけ成長したか見せてもらおうか。ダイヤモンドレイ、この時を待っていたぞ。これは遠藤守の原点ともいえる必殺技、ゴッドハンドだ。だから実況は私ですから。スーパーゴッドハンド。おおっと、クラリオのダイヤモンドレイに持ちこたえている。ほう、なるほど、ゴッドハンドの守備範囲を抑えてパワーアップを図ろうというのか。遠藤のやつ、いつの間にあんな技を。遠藤守る、あなたはまだ私のレベルに達していない。ゴール、先制したのはスペイン代表、カタルーニャの巨人クラリオ・オーバンが決めた。まだ硬さが足りなかったか。遠藤さんはバルセロナオーブに敗れてからずっとダイヤモンドレイに対抗するための必殺技を特訓してきた。スーパーゴッドハンド。遠藤さん、もうこんな特訓やめましょう。このまま続けたら遠藤さんの体は。俺なら大丈夫だ。さあ特訓を続けようぜ。遠藤さん、ゴッドハンドのパワーを増したいのは分かりますが、ゴッドハンドはマジンザハンドより威力の弱い技ですし、それに明らかに守備範囲が狭まっています。そうだな、俺が完成させようとしているのは一直線に来るシュートにしか対応できない技だ。やっぱすげえな、世界のトップレベルは。だがクラリオのシュートははっきり見えた。次は必ず止めてみせる。キャプテン、まだ1点決められただけだ、すぐに取り返してやるぜ。そうだね、世界トップレベルといっても同じ人間、彼らにだって必ず弱点はあるはずさ。びくともしねえ。これが世界レベルのディフェンスか。そいつらしっかり押さえておけよ。俺が決めてやっけろよ。打たせねえよ。こいつスピードだけじゃなくパワーも。おいおい、今日のバラハは切れまくってるじゃないか。怪我で試合に出られなかった鬱憤を晴らしてるようだな。ルーサー、俺たちも本気を出すとするか。そうだな。あっと、スペインが誇るツートップベルガムとルーサーが日本代表のディフェンスを切り裂いていく。来い、クラリオ。ダイヤモンドレイ。遠藤さん、遠藤、遠藤、みんな、日本のゴールを守ってるのは俺一人じゃない。これはダイヤモンドレイを止めるための俺のダイヤモンド。CM の後はプレゼントコーナーだ。
さあ、豪華プレゼントのお知らせだよ。ご覧の商品を全部セットにして抽選で30名様にプレゼント。キーワードをチェックして番組公式サイトから応募してね。応募キーワードは稲妻ジャパン。止めた！敵が強ければ強いほど自分も強くなる。世界の皆さん、これが遠藤守です。この土壇場でスーパーゴッドハンドをダイヤモンドハンドに進化させた。遠藤のやつ、相変わらず想像を超えたことをしてくれるな。すごいです、遠藤さん。おい、あの時のリベンジが果たせたな。いや、まだだ。みんな、守りの心配はいらないぞ。ここからガンガン攻めてくれ。まずは1点返すぞ。よし。出せ、野坂。軽いな。日本代表のフォワードは小学生から選ばれたのかい？なんだと？お前みたいなヒョロヒョロじゃ世界レベルのフィジカルには到底通用しないぞ。抜かせ！無駄無駄。この俺がおとりになってやったんだ。きっちり決めろよ。ナイスパス、ハイザキ。させるか。おとりはハイザキだけじゃない。決めろ、アツヤ！必殺熊殺し！何か出ましたよ。ボヨヨン。アロンソの必殺技ザ・ボヨン。スペインは日本を格下だと侮ることなく本気でぶつかってきています。これはヨーロッパ予選でも使っていなかった技だ。野坂さん、あのキーパーは。ああ、まるでそこにシュートが来ることが分かっているかのように、アツヤ君のシュートコースに先回りしていた。さあ、稲妻ジャパン、無敵のジャイアントを切り崩せるか。足に痛みはない。この試合、最後までプレーできそうだ。マークにつくぞ、バラハ。ああ、日本の選手よ、すまない。俺には命令に従う義務があるんだ。お前何を。勝負だ。それ以上前に進むな。大丈夫かい、稲森くん。吹雪さん、なんでこんなことを。あれさ、え、あのまま突っ込んでいたら稲森くんは足に大怪我を負っていた。まさかスペイン代表にオリオンの使徒が。いや、それは。吹雪、お前なぜあれが来ると分かった。最初から知ってるように見えたぜ。今日は勘が冴えているのかな。どういうことだ、バラ。お前と共に世界の頂点に立つ、その夢を叶えるために俺は悪魔に魂を売っちまったのさ。ヨーロッパ予選で大怪我を負った俺は世界大会への出場を諦めていた。
そんな時、オリオン財団が最先端の治療を施すと申し出てくれた。その治療を受ければ世界大会にも間に合う。だが交換条件として、オリオンの使徒となることを命じられたのだな。ああ、お前は誇り高きスペイン代表に泥を塗った。こんなところから、バラ、お前の思いは私が背負う。おっと、スペイン代表にアクシデント。ここまで攻守にわたって活躍していたレイナルド・バラハにクラリオのシュートが直撃。どうやらこれ以上のプレイは無理のようです。すまなかった、オリオンの使徒は全て排除したつもりだったが、心からお詫びをする。クラリオ、ここからが本当の勝負だな。ああ、さあ試合再開です。1点を追う日本代表、ジャパン魂を見せてくれるのでしょうか。追加点を奪い、日本代表の心を折る。ああ、実力の差を見せつけてやろうぜ。早すぎてボールが見えない。てめえらの好きにさせねえ。無駄だ。うわっ、任せろ、ダイヤモンドレイは止めてみせる。来い、うん、それはただのダイヤモンドレイではない。何？曲がるダイヤモンドレイ。ゴール！スペイン代表が追加点、決めたのはまたしてもクラリオ・オーバンだ。日本代表にとってこの1点はあまりにも重い。精神的支柱である遠藤守のダイヤモンドハンドがあっさりと打ち破られてしまいました。確かに日本は進化した、だが世界の頂はあなたたちの想像を絶する高さにあるのだ。そうか、その頂ってやつがどんなに高くても俺たちは挑み続ける。どんなに高い山だって登りきれない山はない。遠藤守、あなたの心意気を見せてもらおう。勢いに乗るスペイン代表、日本代表は防戦一方だ。このままじゃ点を防ぐことはできても点を取り返すことはできねえ。敦也、あれを使おう。流れを変えるにはあれしかない。断る、あれは禁断の技だ。ようやく完成したな兄貴、これで世界大会に間に合っと。兄貴、分かってくれ敦也、僕の足は次の試合まで持ちそうにない。ここでスペイン打倒への突破口を開く。アツヤ。ああ、分かったよ。一度言い出した兄貴は絶対折れないからな。俺たちで世界の度肝を抜いてやろうぜ。行くぞ。したことだ。吹雪四郎が前線へと上がっていくぞ。だら、禁断の必殺技か。この技にぴったりの響きじゃないか。くっ、わーっと、吹雪やつや意表をつくロングシュート。いや、これはただのロングシュートではないぞ。
この試合にかける兄貴の思い受け取ったぜ。凍結のグングニだ。ゴール！日本代表が1点を返した。決めたのは吹雪兄弟だ。すげえシュートだったぞ。さすがにびっくりしたぜ。自陣から一気にあそこまで通すか。しかし兄貴、あの技は使用者の負担を考えても連続で使える技ではない。捨て身の作戦で来るとは気に食わないな。これぞまさに日本代表を絶望から救う一撃。いや、あっぱれです。そして吹雪志郎君の出番終了。おい、その言い方はねえだろ。あれは彼の選択ですよ。試合の流れを変えて最後を飾ったのです。ったく、言わんこっちゃねえ。あとは任せたよ、アツヤ。あ、山だって登りきれない山はない。以上、